プラハにある、ヨセフスクの記念碑、ヨセフスク。同級生と共にボヘミア市重相談を結成し、第二バイオリン奏者を務めた。1922年から母校プラハ音楽院で教鞭を取り、ボフスラフ・マルティヌーラを指導した。ベネショフにて聖居。スクの初期作品は、ドボルザークとブラームスの影響を示しているが、その反面、後の作品では、拡張された火星と用いて、 より個性的で複雑な様式を生み出している。成熟期の還元楽曲は、マーラーやリヒャルト・シトラウス、ドビュッシー等からの影響を示唆している。多くの同郷人とは異なり、チェコの民族音楽の要素を強調する傾向は少ない。第一次世界大戦に前後して、教育活動に暴殺されるようになると、創作のペースが落ちたが、半音階的な処方が複雑になり、 副調を導入したり、無調に近い部分もあるなど、全体として難しい響きになっている。近代オリンピックで芸術競技というものがあった時代、1932年のロサンゼルスオリンピックにて祖国申請に向けて作品 35C で音楽全般部門の銀メダルを獲得している。ありがとうございます。